遊ぶ気満々ですね。これ阿佐ヶ谷まで行って阿佐ヶ谷をぶらりする。阿佐ヶ谷ぶらりでいいんじゃない。ジャズの街阿佐ヶ谷。そうだ、阿佐ヶ谷ロフトでほら徳歌祭りって僕よく出てたじゃないですか。まあ別になくなったわけじゃないけど場所変わっちゃったんで。あ、そうなんだ。そうです、へえ。コロナになってからちょっとあそこで使えなくなった。阿佐ヶ谷ロフトってあれを見に行った記憶しかない。多分出たことある。なんかあれ来てくれたのがびっくりですよ。あの後あれですよね、あのクソガールズバーみたいなとこ行って、あー行ったー。俺がトイレ行ってる間にその AV 会社のあいつは監督だって話されて、で、来てたその話で戻ってきたら監督なんですってって言われて、ジョーちゃんとか言ってね。そうだそうだ。で完璧な嘘をついて騙すという。ずっと AV 業界の人っていうことで俺らはディティール騙しきれたんですか。監督っつってもね、ああいうのはね持ち回りなんですよ。誰かがやるのだから、その AD 今 AD やってる子もあのいずれやるし、持ち回りやってて今僕の担当だから僕が監督って言われただけなんですっていう、その知りもしないその業界あるあるみたいね。みんなで監督ネームつけるときが一番盛り上がったりしてなりたいものありました。なんかどっちかっていうとあのほら、ドラゴンボールの世界に行きたいみたいなやつ、カメハメハ出したいみたいなやつ、フィクションノンフィクションの垣根みたいなところだなと我ながら思うのは、うん、まあ俺以外にもきっといたと思うけど当時、ムツゴロウの動物王国に入りたかった。テレビで7時とは言わず、まあ、でも結構な頻度でやってましたよね。年3ぐらいはやってましたよね、うん、で今考えるとそんなに動物が好きだったかどうかも分かんないけど、なんか動物王国に入りたいって言ってたな。夢の世界観があったんだ。悟空のようなヒーローがいたっけな。そうそう、コナンが好きだった。未来少年。男の子のスポーツ、男の子の遊び、はい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 、割と俺も徹底して興味がなかった。兄貴はでもね、やってました。銃が好きだったんですよ。ああ、何かにモデルガンとかに興味があって、自分のホルスター持ってたんですよ。それはすごい。ジュンって書いて、JUN って書いてた。刺繍みたいななんか入ってんだ。はい、スマイソンを持ってました。スミス&ウェッソン社とハイソン社が手を組んで作ったっていうね。すげえ、それ。はい。今考えても不思議です。俺、そういえばあの頃ジュン君はそれが好きだったな。でも俺は興味がなかったな。俺ね、あの、重機は、はい、みんながロボット行くなら、俺別の似た何かで、なるほど、1年間ぐらいだけ好きでしょ。月刊ガン買ってた。ああ、わかります。月刊ガンと月刊ナイフ、うちもたまに買ってました。月刊ナイフあるんですか。月刊ナイフもあったんだよ。ホビージャパンの横に月刊ガンと月刊ナイフが並んでたんだ。へえ。あと子供の科学。子供の科学ね、好きだった。あの頃からあったっけ。僕はね、ずっと読んでました。へえ。で、ちっとも、ちっとも、分かんなかったけど、はい、電極分かんないから結局あれを読んでても何の身に回ってない。電極分かんないからって電極分かんないからって言葉あります。電極ってプラスとマイナスのことじゃない。もうそれすらよく分かっちゃう。そこにオウムの話ができたらもうおしまいです。ああ、もう分かんない分かんない。ああ、そうですよね。直列さ、並列直列、並列直列。ちょっと待ってよ、科学の1ページ目の話だ。一番最初の理科の授業じゃないですか。おったくんとこのバンドのあれはずいぶん売れてるんですね、あのソングライターの子は。ああ、そうなんですか。そう、ボーカルの石田さんが普通にあのジャニーズとかに曲作ってる。ああ、そうなんだ。そっち方面に今進んでるんだ。スノーマンとかに入ってるんだよね。すごい。それはすごくない。映画のおそ松さんの主題歌。主題歌、マジで。いや、ちょっとびっくりしちゃって。敬語じゃん。敬語です。自分出せ。え、売れてるやつに敬語で喋ることにしてんすか。売れてみようかな。そうだ、そうだ。売れてみたら、カロルさん。お前なんか、売れてるよ。じゃあ、敬語で喋れ。お前って言っちゃった。やだなぁ。権力にひれ伏すタイプの。パンクだったのね。出っ歯だ、出っ歯。心の出っ歯出ちゃってるもん。ユニットのボーカルがどうやら売れてるらしいぞ。そうなんです。びっくりしちゃった、ツイッターで情報見て。アレンジを、僕はあいつが作ってて、アレンジを、まあ、僕らエンデバーとしてアレンジをして。本当にすごい、ね、すごいです。本当に一番ボーカルがすごいです。そうなんです。だから本当解散されないように。でもこの間の堀田君のやっぱあの忍者も相当だった。いや、整列になられます。バンドの底上げには一役買ってると思うですね。さあ、じゃあ皆さん、はい、
時間は持て余しますよ。そうですね。割と買い食いできる店がちょこちょこあったりして、で楽しいんですよね。ちなみにね、よくりょうくんなんかと、はい、ちょうどその阿佐ヶ谷ロフトのなんか真横ぐらいにさ、なんかなんだっけ、かき揚げとかさ、練り物を売ってるとこ、そこにありますよ、ね。これね、揚げたやつとか、あれ美味しいんだよな、これ。あれを最後に買って、グラムで一杯引っ掛ける。うん、もう福神で飯食っちゃってね。福神でチャーハン食っちゃって。意外と阿佐ヶ谷商店街のブックオフは割といいんですよ。ああ、いいかもしれない。落語の CD とか結構買ったら、それこそあれですよ、 AKB とかとそのなんかラジオやってたから、はい、アイドルの先生、はい、そのためになんか古いアイドル写真集とかが欲しくて阿佐ヶ谷の古本屋を行ったそのためになんかどっかまで歩いたやっぱりいいな商店街、あの今日は晴れてるから木漏れ日というかみたいなのが綺麗なんですよ、うん、この商店街、そうですね、ここはすっごい外のこの屋根が切れたところの固まったって、うん、どっちもね、すごいいいんですよ。結構長いんですよ、はい、長いですよ、JR から青梅街道まで繋がってるので、マジか、すごい、いや抜けて、だからドラム、そうなんだ、ジャズの街、阿佐ヶ谷なんですよ。阿佐ヶ谷ジャズストリート毎年やってて、そして僕もこの間初めて知ったんですけど、杉並区役所にちゃんとああいうアンテナショップあって、ジャズ阿佐ヶ谷 T シャツとか、知らなかった、ナミスケグッズとかいっぱい売ってました、あんまり区役所用ないんでほぼ行かないんですけど、そうなんだ、そうそう、ハンコも4ビートで押してくれるみたいな感じあんのかジャズで誰かがずっと1日中メガーそれ担当の人がいるジャズ担当パパラダラダラダラ、おっそ、絶対好きじゃないですか、絶対に好きです俺もうこの付き合いで甘いもん食わないのに、ミノルさんが好きそうが分かってきたの、キムシブラの次に好きなのモンブラン俺もだって、俺悪魔にモンブラン一生食うなって言われても、はーいその悪魔何なんだよ、ね、その代わりにギターをうまくしてやる一生モンブラン食うなと一生ケンタッキー食うなと、どっちのがきついですか、何言ってんだろう俺究極の選択、でも並び立つくらいいいやつだそのどうもちょうどいいです、そのね、回数で言ったらケンタッキーのが若干多いと思うんですよ、多分ね、この今後一生死ぬまでの間で食う回 ね回数で言ったら、うん、でもその他の鶏料理はあるけれどもモンブランの代わりになるものはもうないじゃないですか。でもそう、ケンタッキーの味はケンタッキーでしか食えないです。秘伝のスパイスです、ね。まあそう。でもファミチキもでもギリ。フレードチキンで代用できるんだ。これがなんですぐに出てきたかっていうとですね、一人で歩いてる時に勝手に考えてる。一生ケンタッキー食うなって宇宙人に言われたらどうしようって四五日前に考えた。何星人が支配しに来たんですか、どうしてその発想に至るのかは別にいいなって思うし、しかも一人で考えててその説明に対して出た答えがもう別に構わんがだったんですすごく向こうの主張が確固たるものなのであれば両方ともなくてもいいし、そうなのそうなの、モンブラン VS ケンタッキーって完全その2つ VS ってすげえなファイネオジオ系、ネオジオから、そうだ、ネオジオボーイだから、ネオジオボーイネオジオボーイの好物モンブランだよ、ね、あのネオジオボーイのくだりもっとみんな評価してくれよって思うぐらいすげえ面白かったし、あの俺よくあの振り向くタイミングでネオジオボーイって合わせましたよ、ね、俺あれ編集しててね、クソ笑って鼻とかいて笑ってそのタイミングで言ってたかこの子の日常 Vlog に見せかけてそこそこエッジ聞いたことを言ってますから、いや俺もっと面白い、まあ、あっという間に結構回ったけどそう、あれを 2,30 分でやってたのがすごいですよね、グレパでも話しましたもん席もう動いてないけど
か。そうなんですよ。釣り屋さんの表にこういうのが昔はありましたよね。子供が退屈するからですね。小学生ぐらいで、はい、小学生ぐらいで、はい、だんだんこういうのが減ってく。そうですね。昭和の流れがあって、はい、あの消費税導入とか値段の変化に対してこういうのが多くて、あと新幹線のぞみができたのか。90年代の後半だったと思うんですよ。のぞみはそんな最近か、うん、最近最近いや新幹線イコール光だった時代が。あ、そうですよ、光でした。僕ら光こだまこだまか、こだまが遅くて光が早い。なんか新しいのができたみたいな風に話題になったのは、だから開通の方か。のぞみって、はい、遅そうだった。そうなの、光とのぞ、そう光とのぞみどっちが早いか問題絶対こだまより遅そう、のぞみは。そのもうその概念ですもんね、のぞみは。だって光が高速で、そのこだまは音速ってことでしょ、うん、それに対して人間のウィルのパワーの方が願掛けでスピード出してほしいってことですね、のぞみは。どんなに願っても伝わらないことだらけなの。沖縄料理屋とかもあるよね。うん、あ、ありますね。昔からその赤身の夜に出てたけど、よくなんかそこら辺の焼肉だったり居酒屋だったりとかちょこちょこ行ってたじゃないですか。うんうんうん。寿司食うようになってから行かなくなっちゃった。あ、そうそうそう。寿司ブームの前。はい。寿司ブーム。アメリカで起きてることみたいな。大賀丼巻きってもんがあるってちっちゃい時知って、食ったのがいつか覚えてないけど、なんか騙されたと思ったら。そうですね。なんかあんなに期待したのになと。期待したんです、期待したんです。最初からなんか冷めた目で、なんかあ、それはさすがですね。書いてないっす。そうだね、やってるっぽい。マジで折り箸入ってますね。折り箸入ってます。買ってみる。この間番組でやったばっかりだ。すいません、たい焼きのクリーム2つ、あんこ2つ。かわいいな、そう。本当だ。なんか久々にクリーム、うんうん、はいよ、ありがとうございます。いただいちゃう。今のあいよちょっと主観でもらっていいですか。はいよ。デート映像。じゃあもうちょっとデート、もうちょっとデート。彼女として待ってますね。じゃあそこで座っててくれ。あ、じゃあ座って待ってる。みのるさんまだかな。あ、来た、お待たせ。はい、ありがとう。いっぱい見た、こういうの。田村ゆかりのファンクラブの司会で。いい映像撮れたわ。内田みのるチャンネルのキラーコンテンツにしていく。デート映像。あ、うまっ。あんこおいしい、すごい。甘すぎず。アコギファンでもね、あのミノルさんの食リポ楽しみにしてる方多いですからね。根本的にあんこが好きだ。そっか、うん、和菓子の方が好きですもんね、キミシグレとか。和菓子好きだね。ね、配信でサマンサさっきの話してたでしょ。いや、まあね、いや、パチスロみたいな丸を描いたら知ってる。そうなんです、そうなんです。ちゃんとこれ手を見て、あれ、これこの人ヤンマリの受けてた人だ。増産家族の人ですよね。そう、増産家族。そう、一部俺の身の回りだけで流行ったんです。別に世の中で全然あんまり三角なんかで終わりでした。そうですね、世の中でかかったかも。出ないですけど、あの増産家族すげえ好きだった。俺も好きだった。モン吉君って猿がすぐ死んじゃうんです。そう、超かわいそうなの。いつもかわいそうな目にばっかり合う猿です。でもサマンサ三吉さ、うん、その後俺もサマンサ三吉増産家族で画像検索したら、2021年のお正月のイラストも増産家族って書いてました。ああ、そうなんだ。やっぱちゃんとじゃあその自分の出世作を持ってる。その後基本的にパチスロ系の漫画ばっかりだった。で、その、そう、配信であれ見たんですか、パチスロの話ばっかりしてる。あ、全部見ました、しょうもないやつ。2時間半ぐらい全部見ました。何も分かんなかったけど。でも
なんかあれの台についてあの人なんか流行らせたんですよ、何かの、そのこういう風に打ったら、こういうことを想像しながら打ったらすごい面白いんじゃない、熱い場所がこうより深いものになるんじゃないかって言って、あれを流行らせた人なんですよ。そうなんだ。その漫画面白かったよねって話をしてたんですよ。だから俺たちにとってはそのいっぱいあるスロットも1個をたまたまやってるんだと思ってたけど、うんうん、そうじゃなくてこれはめちゃめちゃ名作なんだよ。あれはそうですね、俺らから見たら全部同じ沈黙シリーズだろって思うやつも名作と。そうですね、おそらくあるでしょ、セガールに、うんうん、セガールサイドにも。そうですね、ただセガール知らんと全部セガールが強い映画です。そうだね、一つのコラ一色さにはなるよね、その職業だけちょっと違う、まあ、俺も今そう思ってるけど、そのスロットもセガールもそう思ってるけど違うのかしら。そのセガールに限定するからちょっと今の話が分かりづらくなってるんですけど、はい、セガールじゃなくてアクション映画の歴史を変えた作品と思ってもらえば、なんだろう、はいはいはい、アクション映画の歴史を、アクション映画の歴史を変えた作品、でもなんだろう、007とか。ああ、まあでかいですね。ちょっと万蔵さんパチスロになってるんです。え俺それのために打ちに行ったもん。タモリクラブでなんか取り上げられて、ブレイク工業、そう、日本ブレイク工業って名前のパチスロ機になってる。社会売れましたもんね。でそういうのだと、うん、自分なら何が打ちたいかですよね。なるほどね、考えたことなかったな。何だろうな。あ、まあでもやっぱり俺で言ったら、うん、まあ、メゾン一国あるんで、もうすでに。そうそう、みゆきですよね。CR みゆき、タッチをやらずにみゆきで攻めるっていう暗闇でみゆきがなんかお風呂でプテーってのぼせちゃって、ね、はいはい、そのみゆきを暗闇でベッドの上まで運んで誰が吐かしてくれたんだろう。そう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 、でうまく服をパジャマを着させられたら大当たりダメだったらどうなる、起きちゃう。ダメだったら起きちゃってビンタされるあーでもすげえありそうだな。はい、ブックオフとかなって、一応地元の商店街とかにはちゃんと古本屋もありました。あった、うん、あっという間に潰れていきましたけど、高校ぐらいのタイミング、俺が高校ぐらいの時にもう激減してったから、うん、うわ、安倍工房めっちゃある買っていこうかなへえ。お買い物が済みましたか。済みました、済みました。僕は木山翔平、本当に、軽石を買いに行くっていう、その日本で一番地味な短編を書いた大好きなんですよ。割と長編といいますか、小説なんだかなんだかみたいなやつを見つけたの買ってみました。初版でした、ね、木山翔平大量580。60年代、70年代、なるほど、ね、なるほど、好きなんですけど、この80年代から2000年ってね、自分がやっぱこうちょっとかっこいい車乗ってモテたい時期だったんですよでもお金ないからそんな車乗れないしっていう時の憧れの車をちょっと見て、そしてこれですね、新日本プロレス来日外国人選手パーフェクトカタログ、パーフェクトカタログだ、すごい。これがやっぱり外せない。もうほら見てください、この芯のでかさ、すげえさあそして、はいはい、これですね、これ一番今日来てよかったのは、日本パンクロッカー対談すごいメンツだすごいメンツだ。スターグラブの企画さんと、ラフィンノーズのチャーミーさん、これも元ラフィンのね、はい、コブラにも言い出しちゃったけど直樹さん聞いたちょっとこの人たちがこのやっぱ30年ぐらい前にね、はい、どんなことを思ってやってたのか、うん、ちょっと知りたいじゃん。そうです、これは興味ある。だってパンクだったんですね。そうですパンクロッカーをやってました。でも堀田くんのバンドのボーカルが作家として売れたら俺は敬語を使う
礼しまーす。おはようございます。失礼します。おはようございます。はい。あ、人間の相まって暗示ってありますね。あれ。ちょっと一回変わってみる。ちょっと一回やってみる。怖っ。絶対怖くないのに。いや、僕も言われるまで別に大丈夫だったんですよ。あ、一回皆さん踏んで見てもらっていいですか。ドラマの人です。行きますよ。はい。確かに。なんかね。せっかくなんですね。ツーバスでやりたいぐらい。おい、おおい。右金玉、左金玉。おい、言いますよ。はい。おお。怖い。なんか飛んできそう。あのここから先がもげてガ。絶対になんないよね。おお。キューってなるな。バカじゃない。バカじゃないの。48だった。字が始まってるのに今が F なんですよね。あ、すごい。星屑のスマイル。
あ、そうだ、ミノルさんに会ったら聞こうとしてたことがあるんだった。アイドルがグループを辞めることを卒業っていうようになったのどっからだと思います？おにゃんこだと思う。あ、やっぱおにゃんこ発祥なんだ、ね、あの卒業システムが導入されたことがない。あの卒業が多分セイント4のメンバーが変わったりとかがあったんだよね。そう、少女隊とかメンバーチェンジはあったんだけど、それってどっちかっていうと隠すわけじゃないけど、あんまりよろしいことじゃなかった。よろしいことじゃなかった。だけどあれをドラマとしてくっつけたのがおにゃんこが最初なんだ。なるほど。卒業はで卒業がイベントなんだって誰も思ってない。はい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 、やっぱそうなんだ。おもろ。前回の Vlog もでも評判が良さそうで何よりそりゃ楽しいよな、コギファンクラブ見てる人とか鷲崎内田とか見てる人にとっては舞台裏みたいな一番見たいやつだもん楽器持ってないとかいや、なんかその楽器持ってるところは見れるじゃないですか、本番で。ありがとうございます感謝されるんですよ日常を切り取ると感謝されるんですよ声優も映ってねえのにこのチャンネル結局もう鷲崎さんがちょこちょこ登場するチャンネルと思われてるからいやいや登録者が激増してるんです。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなことないです。俺関係なくも人気ですよ。
なんかなるべくちゃんと切り離したところでも楽しんでもらえるようにしたいなと思ってるんですけど、でもやっぱりもう関連者だと思われてるから、いやバンド出ないかなと思ってるんですけど、マジよ。おまあいるはいるでしょ。確かに今鷲崎さん登場回を除く内田みのるチャンネルのキラーコンテンツは何になるんですか。キラーコンテンツあるんじゃない、君が望む永遠の。あ、そっか、それ強いよな。あれはだってあれの最終日がもう3000何百とかすげえな。君のぞ体験版を2022にやって人が集まるの、俺がってなってるだけの動画が2週間ぐらいで。吉宗さん正直あれですよ、ヤギくんちの新年会とかしてますか。あ、そうなんですか。ヤギくんは味と味仕事とか南部さん経由なんですけど、吉宗さんのなんかやってる配信かなんかの番組にゲストで来てくるって言われて、まあ君の像っていうのがそれぐらいやっぱり、うん、ポップな作品だったのと、それを今やってることの面白さです。適任の人もっといるじゃんって思ってるんだけど、いや気づいたらミノルさんがその美少女ゲーム会社の面白広報になってる未来が助走して助走してミノマックスミノマックスな